はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。モンスターハンタークロス、一足先に、本編の方をやっていきたいと思います。それではもう早速始めていきましょう。まずはニューゲームですね。新規キャラクター作成、キャラクターメイキング、じゃあちょっとこれは先に完成させちゃいましょう。はい、じゃあこんな感じでやっていきたいと思います。名前はいつも通りミカミックスですね。まあ集会場とかで見かけた際はよろしくお願いします。どうせ兜とか被って顔とかはよくわからなくなると思うんで、まあ別にこれでいいでしょう。 OK。 あ、ここでスタイル選ぶのもまあ4つ、多分後でも変えられるとは思うんですよね。とりあえず普通のギルドスタイルでいきましょう。で、仮技を選べと。ラウンドフォース1ってこれあれでしょう、片手剣、最初は片手剣を装備してんのかな。まあとりあえずラウンドフォース1と絶対回避とエスケープランナーだったら絶対回避かな。絶対回避とか使ったことはないんですけど、これね、ちょっと B タイプの方がいいな。 B タイプでやっていきましょう。で、ここにセーブしてと。 OK、 モンスターハンターの世界へようこそ。まあ多分ね、まだ集会場とかはできないと思うので、村クエを進めていきましょう。で、今回は一応下画面も映してますけれども、ちょっといらなそうだったら、次回からは上画面だけでやっていこうとも思ってます。これ多分自宅ですね。こんにちは。おや？見慣れぬ御仁だが、よければ用向きを伺えないかね。ふむ、ハンターズギルドからの紹介で、なんで、流歴院にハンターとして所属すべく、はるばるやってきたのだな。それはそれはよく来てくれた。私はここ、ベルナ村の村長を務めておる。ハンター殿は流歴院がどのような組織かご存知かな。村の遠方にそびえる山の、これなんだ、字が潰れてよくわからん。ふもとかな。ふもとに石灰質の巨大な構造物があるのだが、流歴院は元来その巨大な構造物の謎を解明すべく設立された研究所でな。流歴院が設立された後、周囲に点在していた集落が次第に流歴院に寄り添う形で生まれたのがここベルナ村というわけだ。そうした由来もあって、流歴院とベルナ村の歴史は一心同体、互いに協力し合って暮らしておるのだ。さて話を戻そう。流歴院に所属するにあたって早速手続きをしてもらいたい。まずは村の奥へと続く道中にいる流歴院の首席研究員を訪ねてくれ。白衣が目印の研究員だ。彼に話しかければ所属の手続きを開始してくれるだろう。それから村に着いたばかりでは宿も決まってなかろう。こちらのゲストハウスをハンター殿の自宅として使ってくれ。自宅にはアイテムボックスがある。中には様々な武器が入っているから自分に合ったものを選んでほしい。その他にも利用できる機能があるが、詳しくは自宅内のルームサービスに声をかけてくれ。流歴院の首席研究員と話をし終わったら、改めて私のところへ来てほしい。 OK だ。ちょっと装備を見てみましょう。ベルダーソード、ベルダーターバン、ベルダーメイル。あ、防御力は2あるな。だいたい最初1とかだと思ったけど、やっぱ片手剣装備してますね。これいわゆるベルダーシリーズですかね、初期ので。スキルは過去があるだけか。一つだけか。なんか、大体他、もう2、3個、もう2、3個多いか。全部で2個か3個くらい発動しててもいいとは思ったけど、笛があるね、笛が。まあ、笛使わないですけどね。っていうくらいかな。水耐性がありますね、水耐性が、ベルダーシリーズは。で、片手剣なんだけど、ちょっと多分ね、武器は置いてあると思うんですよね。装備の変更で、あ、一通りは多分全部ありますね。で、まあ、体験版でもちょろっとお話ししましたけど、前作ではチャージアクスをメインに使ってました。で、チャージアクスは結構新しめの武器なんで、まあ、それまではランス、ガンランスをメインに使いつつ、やっぱこの2つだとただ尻尾切るのが大変なんで、まあ、尻尾切りたい時は体験で行ってたっていう感じですかね。なんで、まあ、とりあえずは、まあ、もういきなり、チャージアクスに変えちゃいましょう。使用できなくなる仮技があります。あ、そうか。で、仮技とかは一番下か。で、ギルドで、
ここか。絶対回避、エスケープランナー、オーバーリミットがありますね。エネルギーブレードはまだ持ってない。そういう感じか。オーケー。ではちょっと首席なんちゃら員に話しかけましょう。多分こいつでしょう。やあハンターさん、はじめまして。君の話は聞いているよ。流歴院への所属手続きの件だね。流歴院では他の研究機関と連携しながらモンスターの生態や特性、生息域など様々な研究を行っているんだ。時には研究員がモンスターの生息域を直接訪れ調査する場合もある。しかし調査中にモンスターからの妨害を受けることも多くてね、必ずしも安全とは言い難い。そこで君たちハンターに研究員の護衛を依頼しているんだ。現在流歴院では古代林の調査を重点的に行っている。まだまだ未開のエリアも多いから人手が足らなくてね。そんなわけで君のように流歴院に所属してくれるハンターが来てくれるのは大歓迎なんだよ。さて遠くに見える山のふもとにひときわ白い石灰質の巨大な構造物が見えるだろう。これどっちのこと？正面のこと？それともちょっと右のこと？それともこの2つ合わせて1つの施設なのかな。あれが流歴院の研究施設だ。そして施設前の広場にはハンターズギルドが管理する集会所が併設されている。ここベルナ村では流歴院とハンターズギルドの協力体制が確立されていてね、時には互いに人を融通し合うこともある。集会所はギルドマネージャーどもが管理しているから、立ち寄りの際はぜひ挨拶してハンター登録をしてほしい。もっと話が長くなってしまったな。それじゃあ君の所属手続きは僕の方で進めておくよ。もう一度村長に会いに行ってくれ。所属手続き中に何をしたらいいかを教えてくれるはずだ。まあ、これで最初は多分村クエをこなしていく感じですかね。村長さん、これはハンター殿、流歴院の首席研究員と話をしてきたようだな。さて流歴院に所属する手続きが完了するまでしばらく時間がかかるだろう。その間私からのクエストをいくつか受けてはもらえんか。何、流歴院所属までの軽い腕ならしと思ってもらっていい。そうと決まれば準備を始めよう。クエストはクエストカウンターで受注することができる。そこに立っている制服を着たお嬢さんがクエストカウンターの窓口だ。クエストカウンターのメニューには星1と訓練クエストが並んでいる。私からのクエストは星1から受注だ。狩りの基本を学び、さらなる鍛錬を積むことを望まれるならば訓練クエストを選ぶとよかろう。村の中には他にも雑貨屋や武器屋など狩りに役立つものを売る売店がある売る店があるかまた村の入り口から右手へと続く小道を進んだ先にはお供広場がある。お供広場はアイルーたちが住み着いている広場でな。猫城と呼ばれる竜人のお嬢さんがハンターたちにお供を斡旋しておるよ。詳しくは彼女を訪ねてほしい。さて最後にわずかばかりだが狩りの準備を整えるための資金も渡しておこう。それではハンター殿、クエストはクエストカウンターから受注するように頼んだぞ。1500ゼニーをもらった。やった。ちょっとお供は欲しいっすね。お供こっちかな。おお、広いな結構。これが竜人のお嬢さん。こいつは危ないやつだな。完全に銃刀法違反だぞ。いやでも俺も武器持ってるか危ない輩には変わりない。うんうん、案内役ね。いや、お供が何なのかっていうのはいいですね。まあ狩りについてきてくれる猫っす、簡単に言うと。そう、お供がいないんですよ。お供が、お供雇用窓口。OK だ。流歴インポイント、なるほど。ポッケポイントみたいなもんですね。50ポイント、まずはちょっと雇いましょう。お願いします。いらっしゃいませ。2匹まで。メニューからお供スカウト。ああ、なるほどね。まあ別に見た目とかはどうでもいいんで。あ、最初これかよ。毛並み、まあアイルーでいいでしょう。でも普通普通普通、もうこれでいいよOK。
こいつはさ、突然とさ、ご主人様が決まるんだよね。いいのかな？もう超嫌なご主人様だったらどうすんだろう。名前を付け直しますか？くるみ。どうしようかな、名前。まあいいや、別に付け直さなくて。にゃんた。にゃんたはまだいいかな。ちょっとよくわからないし。あれ、ちょっともう一匹欲しいんだけど。雇う。なんか必要なのかな、雇うのに。ただかな。こいつだけなんでレベル2なんだ。ユーフォリア。ああ、そうか。サポートタイプも、まあ、重要といえば重要ですよね。コレクトって何？採取メインってこと？ボマー、爆弾っすね。アシスト。アシストがいいな、ちょっと一人。あ、雇用400円かかるな。じゃあ、このノイズを雇いますか。OK。しまった。ターゲットが小型一筋だ。まあいいや。どうせまた揃ってくるでしょう、お供は。とりあえず2匹連れていく。これでいきましょう。お供のスタンバイとかね、多分あるはずなんだよね。お供道場、ここで控えのお供を鍛えることが多分できて。にゃんと様、こいつか、危ないやつ。ふ、よく来たにゃ。あ、モンニャン隊か。ただそんなにいっぱい雇用してないからな。まだできないのかな。アイテムボックスがあって、剣にゃんまるとか、ここかな。お供ボード、お供選択、こいつとこいつ。よし、いいでしょう。じゃあちょっと早速一つクエストをやりますか。こんにちは。高原の恵みあふれる村、ベルナ村へようこそ。あなたが流歴院に所属希望のハンターさんね。この村のことはどのくらいご存知？何も知らん。ベルナ村はね、ずっと昔流歴院の設立とともに生まれた町なの。村か。澄んだ空気、美味しいお料理、可愛いムーファと、のどかな牧畜風景、とっても素敵な村よ。私ね、他の村の皆さんにもベルナ村の良さを知ってもらうために観光大使としても活動しているの。もっとたくさんの方に観光に来てもらえるよう。なんだこれ、読めない。誘致活動か。誘致活動頑張らなくっちゃ。あ、いけない。村の話になるとつい夢中になってしまって。改めまして、私がクエストカウンターのクエスト受付担当よ。よろしくね。村長さんからクエストを受けるように言われたんでしょ。ここクエストカウンターではモンスターの狩猟やアイテムの採取など様々なクエストを提供しているの。クエストにはレベルが上がって、レベルによって難易度も変わるの。今受注できるのは星1のクエストよ。星1のクエストはハンターさんの腕試しにぴったりのクエストが揃っているから挑戦してみてね。クエストを受けたらクエスト出発口で A ボタンを押して出発。村の左奥にある道の両側に柱が立っている場所が目印よ。それからクエストを受けている間は自宅には入れないわ。もう一度私に話しかけてクエストをキャンセルしてね。クエストを受けている間に荷物を取り出したいときは、クエスト出発口の近くのアイテムボックスを使うと便利よ。最後にもう一つ、もし狩りの腕に自信がないときはクエストカウンターのメニューから訓練クエストを選んでね。武器の扱い方や狩りに役立つアイテムの使い方、他にもいろいろと教えてもらえるから、ぜひクエストを受けてみて。さあ、村長さんからの腕試しクエスト頑張ってね。ではクエスト一覧を開きます。どうぞ。訓練クエストはまあちょっと見るだけ見ましょうっていう感じですね。ハンターの基本、武器とスタイル。ニャンターの基本、これはいいや。星1。まあなるべくならターゲットを倒す方がいいっすね。まあマッカオの群れ10匹をやりますか。ほい。まあちょっと最初なんでね、退屈なクエストになっちゃうかもしれないですけど、まあ次からは、まあ、メインとなるクエストのみを、まあ、ピックアップしてやっていこうかなと思いますので、ちょっと今回はご容赦ください。アイテムボックスには何にもない。まあどうせ支給品だけで大丈夫でしょう、最初なんて。
土地図持って、これ持って、ペイントボールはねここで貯めていきましょう。肉焼きセットはいい。っていうかさ、切れ味緑ないんだ最初。ここのフィールドは今までにあったフィールドかな。これは新モンスターですねって言っても多分草食獣だとは思うんですけど、あ、体験版にもいたな。ちょっと生肉あたりを、ほら、ほいほいっと、結構強い。よし、狩らせていただきます。マッカオだっけ狩るの。ちょっとこいつさ、死ぬまでのモーションが長いんだけど。生肉、まあ生肉もね最初は携帯食料でいけるんですけど、なんか近づいてきてるな。おお、危ない危ない危ない。ほいと、じゃあちょっとマッカオ退治に行きますか。お、もしや、いっぱいいるこれ。ほら、結構強いっていうかね、武器がね弱い。剥ぎましょう。マッカオの皮とかそんな感じかな最初は。潮流子、はいやー、ちょっとこれ早急に変えたいなこの武器。ようやく半分、サクサクと。潮流種の牙ばっかりだな。でもまあここでだいぶ半分いったんで、もう一つのフィールドを渡って6番に戻ってくれば大丈夫でしょう。はい、という感じでドスマッカを倒しましたね。まあちょっとねこれは最初なんで退屈なクエストになってしまったかもしれませんが、まあ次回からはちょっと大型モンスターをメインに、動画の方をアップしていこうと思います。まあ最初のねこの武器がねいかんせん切れ味が悪い、もともと黄色しかないっていうのがね。武器も変えたいな。ドスマッカオとかなるかな次は。じゃあわかんないけど。これは漁っていきますか。なんだ力の成長 S、 あ、これあれか、草虫根のやつか。草虫根はねちょっとね使ったことないんでわかんないっすけど、クエストクリア。まあマッカオシリーズの素材が手に入る感じかな。マッカオの皮、マッカオの鱗、
潮流種の牙、牛骨、マッコウの皮、マッコウの皮で、下は汎用アイテムか。お供、生肉を手に入れてんな。お、マッコウの皮じゃん。お、飛行中の口角とか飛行中の口角集めるのがめんどくさいですからね。レベル3になりました。はや。オーケー。ちょっとここのロードが長いかな。はい、というわけで、じゃあモンスターハンタークロス第1回、ここで終了して、また次回やっていきたいと思います。